動画では語らなかったんですけど、なんでアルファロメオ2台も乗り継いでんだよって言われるそうなんで、まあその辺をちょっと話ししようかなと。最初のねアルファは147の前期、僕その頃はねちょっと仕事が、まあサラリーマンじゃなかったんで金は持ってて買っちゃったんですよ、ヤフオクで。で、まあなんでヤフオクで買ったのかっていうと、やっぱ単純に安かったから。で、中古はアルファのね専門店で買っても結局壊れるし、で、あの時ねなんかチャレンジ精神旺盛で、なんか、ね、個人売買をしたくなったってのもあるんだよね。で、最初ねジャガーの、ジャガーを買いたかったんだ、買おうかなと思って。で、最初僕が勤めた会社の社長がジャガー乗ってたんですよ、左ハンドル。で、銀座とかね六本木とかすごい連れてったんで、ますますなくなったんですよ。ジャガーはだからすごい成功した人が多かったイメージ。アルファロメオはなんか本当に円数っていうか車好きな人が乗る車だなって。面白そうな車で、おしゃれな車で、あんまり街で見かけない車、国産でも良かったんだけど、国産で欲しいなと思う車なくて、じゃあ外車だなと思ってジャガーにしようかなと思ったけど、なんかまだ小僧だったしね、30いくつでジャガーとか出てるなと思って、いろいろフランス人とかね、シトロエンとかプジョーとか、アルファロメオ、アルファロメオそういえばあんま街で見ないなと思って、で、ヤフオクを探してで買ったんですよ。どうして40で40何万か買ったね。それはね、川口のなんか修理工場のお兄ちゃんが出品してて買って持ってきましたね。女の子向けがねすごい良かったです。可愛いんですよ、147って。デザインがおしゃれだし、外見ねおしゃれだし可愛いし、イタリアの車なんだよねって、アルファロメオって言ったよって言うとね、女子大生とかは目キラキラさせてる。マジか、アルファっていう女でモテるんだなって思ってさ。で、右側アルファ、今日ね、この旅でねドライブで何台のアルファ見るかなと思って、ね、数えてるんですけど、ジュリエッタ2台しか見てない。で、159台で、これ3台ですよ。まあいいや。で、アルファ147は、で、それで出会いで、あ、94か。あの色いいよね、今度ね。いいな。まあ、でもアルファはいいね。で、こういう時ってさ、横に並んで走るのってなんか恥ずかしいよね。これは恥ずかしいな。でもしょうがない、アルファの147に3年ぐらい乗ってて、で、ちょっと僕もね体をこうちょっと壊したんですよ。で、まあ死ぬか生きるかだったんですよね。死ぬか生きるかで、まあ生き残って、で、後遺症もなく、まあ、社会復帰できたんだけど、ちょっと仕事をやってた仕事がちょっとしんどくなっちゃって、で、まあがむしゃらに働いてたからね、でもうこの商売ダメだなと思って辞めたんです。で、普通のサラリーマンで、転職して、で、働き出して、で、車はねだから仕事、前の仕事を辞めた時にもう友達で辞めちゃったんですよ。で、前はね都内に住んでて、新宿区に住んでたんだけど、新宿区すごいいいとこで気に入ったんだけど、なんかもう環境変えたなと思って、で、東京暮らしも何かあったから、土をね、土が見たいなと思って、で、土のあるところに行きたいと思ってたから、
そうすると、多摩のね、東京の外れ、都民で割りたいなと思って、で東京の外れに今住んでるんですよ。で正直ね、車なくても別に、なくてもいいかなっていう環境、特に不便がなくてさ、チャリンコだけで別に住んじゃうんですよ。あと電車あるし、まあ今の国分寺市でも駅から近い家がね、別に車なくてもいいなと思って3年4年ぐらいかな過ごしてたんですよ。でね、まあもう一度ねアルファの一応なら欲しいなと思ってて、いろいろネットヤフオクもそうだけど、ネットでこういろいろ探してで、まあ147とかね、あと156も探したんだけど、なんかねやっぱね信頼性が低いんだよね、いまいち。壊れにくいんだけど、でも壊れるんだよねでね、すごいね、乗ってるとね、いろんな音がするんだよ。なんかいろんな音がしてね、なんかヒヤヒヤするっていうかね、大丈夫なのかなみたいなね、そのドライブ行っても途中で止まっちゃうんじゃないかなみたいな。女の子受けはすごいいいんだけど、信頼性がないとこう運転する楽しみが半減するっていうか。そんで159すごい、なんか147、156世代と比べると格段に信頼性も上がったし、で、あ、そういえば159ってあんま揺れてないし、弾数もきっとそんなにないだろうからね、今のうちに乗んないともう乗れなくなっちゃうんじゃない、程度のいい車は乗れなくなっちゃうんじゃないかなっていう、そういうこう気持ちになって、で、アルファの、ね、159をねちょっと探したんですよ。そしたらね、やっぱり近くじゃなかったね。グーネットだっけ、忘れたの。グーネットとかっていう中古車のサイトあるじゃない。多分グーネットだと思うんだけど、それでね見たんですよ。でね、意外とね、多摩地区に売ってるお店があって、ああ売ってるお店あるじゃんと思ってさ、40万以下でね 2,3 台あったんじゃないかな、いっぱいあるじゃんと思ってさ。で八王子に1台あったから、あ、八王子だったら別に中央線で1本だなと思って電話かけたんですよ。じゃあありますかって言ったら、あるって、いや見に行きますって言って、どうやって行くんですかって言ったら、八王子から横浜線かなんか乗らなきゃいけないとかっていうお店で、なんだ結構遠いなと思ってさ見てくださいとかっつって、でボンネット開けてもらって、でドアをね開けてもらってみたら、中はね、まあこんなもん、30万の車ってこんなもんかなと思ってさ。でもね、なんか破れたりとかそういうのはなかったんですよ。革がねすごいへたってて、シートとハンドルので、これリペア、これ汚いけど治るかなって言ったら、リペアしてもらえ3万ぐらいで済みますよって言うから、え、本当と思う。じゃあこれリペアしてもらえますかって言ったら、いいよと、いいですよって言うから、まあ業者に頼んだんだけど、で運転席側とあとハンドル、これの革をねリペアしてもらって、これはいいかなと思って。で何より良かったのはね、ボンネットをバンって開けたらね、すっごい綺麗なんですよ。なんでこんなに綺麗なのかなと思って、逆にね怪しいぐらい、前も動画出したけど、すごい怪しいぐらいの綺麗さ、あ、これはいいなと思ったんですよ。ピンとこいつとらだったら、なんかうまくやっていけるんじゃないかなみたいな。そんで買っちゃいました。
思ってなかった。